元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。45歳。家族、子供との生活は楽しく、社会的地位も確立しましたが、女である部分が満たされず、魅力ある女性となるよう精進したいと思っております。カズレーザーさんから見て、魅力あるアラフィフ女性とはどんな方でしょうか。参考までに教えてください。魅力あるっていうのはどういう面の魅力なんでしょうか。その女性、性的なことなのか。社会的地位を確立しているっていう意味では、社会的な魅力はもう十分あるんじゃないでしょうか。でも魅力ある人になりたいって振る舞ってる人って基本的に魅力がないです。なんか鼻につきます。魅力出そうとしてる人ほどさもしいものってないので、あまりこういう質問はしない方が魅力的に映ると思います。クイズと受験勉強の両立の仕方を教えてください。何のために両立なの。趣味ってこと。趣味だとしたら別に両立できるんじゃないかな。受験勉強の合間でやればいいと思います。両立っていうか、受験勉強も大概クイズに役立ちそうですけど、どんな勉強知識であってもクイズってのはつながるものなので、何やっててもクイズの勉強になります。技術的なね、押すタイミングとかなんかそういうのはちょっと違いますけど、基本的には両立できると思います。私はやりたいことや楽しいと思えること、ものなどがありません。何に対してもあまり興味が持てません。仕事行って帰って同じルーティンの生活をして、ただなんとなく同じ毎日が過ぎていきます。はあ、このままで生きていていいのか分からなくなります。最高の生活じゃない。ご飯食べても美味しいと思わないですかね。なんとなく美味しいもの食べて、なんとなく涼しい部屋で、なんとなくゴロゴロできたらそれでいい気がするので、なんか満点に近い生活をしている気がします。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて、福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。現在大学2年生です。時給労働が嫌で、自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい、全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、時給労働です。時間を売ってるので、自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちは。すごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか、先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います。そんなことするより、なんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ。そっちの方が絶対得です。カズレーザーさんは教員に向いてると思いますが、先生になろうと考えたことありますでしょうか。全くないです。子供ってうるさいじゃないですか。自分も含めてうるさかったと思うんですけど、そういう個体を、ね、30人40人相手にするってめちゃめちゃ大変で割に合わねえなってやっぱその時から思ってましたね。全員が違うのに画一的な教育をしなきゃいけない。しかもそれが上手になってもそれは古いやり方って批判されるじゃないですか。結構すごいことなんですけどね。全然違う個性を持った人たちに共通なものを教え込むっていうのは、個別な教育、少人数教育の方がいいっていうのは誰だって分かってることで、でもそれがコスト見合わないからしゃあなく、いろんな折り合いつけてああやって教育スタイルになってって、でそれが上手くなっている先生っていうのはやっぱどっかで尊敬されるべきだと思いますからね。どうしてもね、批判されがちなんで今古臭いスタイルだって、まあ、そのスタイルが変わんないっていうのは問題だと思いますけどね。時代に即して変わった方がいいと思いますけど、わーわー騒ぐ子どもたちにちゃんとしたものを教えられる先生っていうのはやっぱ結構いいノウハウを持ってるので、これはなくさない方がいいと思いますね。なんか継承した方がいいと思います。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで、特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、
いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ、模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいなら、その時間復習に当てた方がいいと思います。会社の先輩から理不尽な扱いを受けてモヤモヤします。これくらいできないと困るとか、私の時なんてそんなんじゃなかったということを聞こえよがしに言います。その先輩は自身が育休明けの時にあまり優遇されなかったという思いを持っているようです。私の時なんて誰もフォローについてくれなかったと、これまた聞こえよがしに言っていました。私が同じ育休明けで定時に帰れるようにとか、あまり負荷をかけないように周りが配慮していることが気に食わないのかなと思います。ですが直接言わないのも腹立つのと、あと気分のムラがすごくて、機嫌いい時はそんなにというほどいろいろ教えてくれるので余計に嫌です。こういう人はどこにでもいるような気もするし、私の気の持ちようかと思います。人間って自分が得る機会がなかったかどうかって冷静に考えられず、他人が得してるのをなんか嫌う人っているんですよ。あれ、私は似たような状況で苦労したのに似たような状況で得してる人がいる。でも自分が得する人ができないから、相手の得してる部分を減らして、なんかイーブンの関係というかプラマイゼロにした気になりたいっていう、なんか算数ができない人が世の中にやっぱいるんですよ。そういう人が、まあ、この人は多分その先輩っていうのは完全にそうだと思うんですよ。別に、ね、このコメントしてくれた人が苦労したからって自分が楽できるわけではない。で、本当にそういう人って世の中多くて、でも機嫌のいい時はいろいろ教えてくれるっていう、なんかね、メリットもまんま感じてるので、直接的にダメージがあること、迷惑をかけられてるのかな。まあまあ、嫌味を言ってくるってことですよね。その人のね、声色とかいっぱい録音して、その言葉をノイズキャンセルできるようにプログラムするのがいいんじゃないかな。その商品を AI 企業とかに提案して、似たような言葉全部、大抵ね、そのオフィスで話される言葉ってまあまあノイズキャンセルしても成立すると思うんですよ。ルーチンワークもある程度あるだろうし、特にその人の言葉だけ、似たような言葉だけカットするっていうのが、その機能が生まれたらむちゃくちゃ商売になると思うんで、そこにしばらくちょっと注力してはいかがでしょうか。嫌な上司の言葉だけノイズキャンセリングできるアイテムは世界的に需要があると思うので、それをちょっと目指してみてはいかがでしょう。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか。いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんで、どれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思います。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことをやった方がいいと思います。私は人に頼るのが苦手で、全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います、はい、甘えじゃなくて分けた、分担した方が結果早くなるよっていう、単純な計算をするようにしてください。学校で長崎に研修に行くので、後日レポート作り、パワーポイントでみんなの前で発表するんですが、面白いテーマとかありますか。長崎に少しでも関係してれば何でも良いのですが、長崎といえばやはりさだまさしさんです。さだまさしさんの名曲についてパワーポイントで発表してみてください。あとは長崎の離島、五島列島とかね、ああいうところの文化とかすごく面白そうですけど、でも研修に行く場所は決まってるんだから、もうその場所のテーマで発表するしかないんじゃないですかね。本当に何でもいいだったらやっぱりさだまさしさん、福山雅治さん、ジャパネットなど、長崎のことについて発表したらいかがでしょうか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらよいですか。
1回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態で、この先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか？夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばね、この部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然としたあの状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で、自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのに、ちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで、他の人よりリードできることもあると思います。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方で、ゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか？ああ、文明を読んだ限りこの方のわがままで別れたんだから、別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるってどうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻んないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか？技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり、集中力もなくて一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか、内容の理解も悪く見なっている気がしません。なるほど。一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら、多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。国語が苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしている時に私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか？そんな恥ずかしいと思う？誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力を持つんだから、立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。一人暮らしの祖母と近いところにいて、なるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり、地元で家から近いところを選び就職し、実家から帰っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子からなんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか？全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人言うのかな。ただ単に マウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が、人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。4月から新社会人になるものです。私は学生時代に短期バイトを数回した経験しかないのですが、長期のバイトを経験したらやつはろくな社会人にならないと OB に言われ、4月からちゃんとやっていけるのか不安です。カズレーザーさんはバイトの経験はその後の社会人生活に影響すると思いますか？まず学生なんだからバイトなんかしなくていいと思います。長期のバイトを経験してないやつはろくな社会人にならないって言ってる OB は多分長期のバイトしてたんですよね。そんだけ学生時代勉学以外のことをやってるんだから、まあ真面目なやつなんじゃないと思います。そんな OB の言うことは気にしなくていいんじゃないですかね。バイトを全くしませんでした、精一杯勉学に打ち込みましたっていう人の方が僕は優秀だし信頼できるし、これからもお仕事一緒にしたいなと思うので、長期のバイトしたぐらいのことをまず最初に語るような薄っぺらい人生の OB の下で働くのはこの人かわいそうだなと思います。
漠然と海外移住したいと夢見ていたのですが、実際は特別なスキルもなければ専門職につけるほどの頭もなく現実的じゃないと思い、諦めるしかないのかなって考え始めました。ですがこうやって夢を持ったのが初めてだったので、なかなか諦めきれません。自分の中でどう折り合いをつければいいのでしょうか。はあ、諸外国から日本に結構安い賃金で働きに出てきてる方いるじゃないですか。移住っていうのは別に必ずしも裕福なケース以外にもいっぱいあるので、腹さえくっちゃえば別に移住はできると思います。なんかそうじゃなくて、幸せな海外移住がしたいってことは多分幸せな暮らしがしたいってことだと思うんで、それは今の日本でもなかなか特別なスキルや専門職じゃなかったらできないかもしれないので、全然諦めるとかじゃない気がしますね。現実を受け入れるかスキルを磨くしかないんじゃないですかね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね、怒られないと思うので。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できず、ずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか。そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ。適当に答えるんだからこっちは。第三者的な感じでね、相談するのがいいと思いますけどね。よく、対応されるテクニックじゃないですか。自分の悩みなのに、なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。だけは失いたくないと思うものありますか。やっぱ命は失いたくないですね。春から新卒でプログラマーになりました。職場では周りが賢すぎて1を聞いて10を知るような人たちばかりです。そこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくあり、なんとか自分も理解や論理思考力を上げたいと絶望しています。少しでも賢くなるのはどのような方法があると思いますか。プログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうか。こういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います。コメント返しシリーズをよく拝見していて思うのですが、カズレーザーさんのいい意味で適当な考え方はどのようにして身についたものですか。先天的なのか後天的なのか詳しく知りたいです。適当に答えてるのはこのコメント返しだけです。普段面と向かって相談されたらちゃんと答えてます。コメントなんで適当に返してるだけですよ。大事な人の相談にはちゃんと答えてます。はい、僕にとって知らない他人だから適当に答えてるだけです。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。小学校教員3年目です。定年まで続けられる仕事ではないなと感じています。転職するなら早いうちにと思っていますが、教員は社会で需要がない、教員でいた方が給料はいいなど聞いて決断できません。教員から転職する適当な職業って何ですか。教員っていう過去を直接活かせる仕事、確かにちょっと難しいような気がします。あんまり浮かばないです。しかもね、学校の先生は本当に時間がないのでね、なんかじゃあ転職有利な資格なりなんなり勉強を並行して続けるって難しいと思います。ただ公務員なんでサボりまくってても一応給料はそんなに変わらないので、めちゃめちゃ手抜いてあと 2,3 年で自分のスキルを上げるのがいいんじゃないでしょうか。そういう意味では転職前提であったら公務員でいるっていうのはすっごい有利なポジションかもしれません。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へ、今までで勉強からに逃れようと背を向けてきた自分だったので勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか。テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業があるわけですね、通信制の大学とはいえ。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか。まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない、起きれなくてもまた多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。
コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに。これってどう思いますか？だから人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。でそんな人もいっぱいいるので。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず仕事をしながら勉強しようと考えています。実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦と思いますか？いや別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくてもその法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。学生にアドバイスしてください。学生にアドバイス？遅刻しないように、今日はもう寝てください。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか？マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。他人に興味が持てず、周囲の人があの人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めて見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障を来すものなのでしょうか？実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障を来すのは1個はコミュニケーション不足、もう1個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。本、映画、音楽などにおいて気に入った作品ばかりを長期間繰り返し見てしまいます。もっとさまざまなジャンルを幅広く知りたいと思うのですが、なかなか手が出ません。何か良い方法はありますでしょうか？いや、好きなの見たらいいんじゃないでしょうか。偏っちゃダメなのかな。本、映画、音楽から得られるものってのは基本的に娯楽なので、それだけで何か変わるもんでもないので、好きなのを見続けるのがいいと思います。さまざまなジャンルを見て幅広く知りたい。本、映画、音楽で、まあ、入り口になるからまあ幅広く見た方がいいし、流行りものを見といて損はないと思いますけど、好きなものがあるなら別にいいんじゃないでしょうか。やらなきゃいけないことは分かっているのに行動できないことがあります。どうしてもやらなければいけないことなのですが、次の行動に進むためにはどうしたらいいでしょうか。こんなところで聞いてないで早くやってください。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時がありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。いろんなジャンルのおすすめの本が知りたいです。読みます。勧めたら読んでくれるんだ。私の周りでちゃんと読んでる人が一人もいないんで、ぜひ読破してほしいんですけど、今はねネットで読めるんですけど、 iPhone の取扱説明書を最初から最後までちゃんと読んでほしいですね。そういう人に会いたいですね。あれを読んでる人っていんのかな。今ネットでね手元に来ないですもんね、紙では。 Q&A 形式で多分アクセスしたら全部出てくるぞ。あれを全部読破してほしいですね。 Q&A 読破したとってマジで役に立たないんで、あれ。早起きのコツ、早寝ですね。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので、仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか。ちゃんと入ってんじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ。ささっと入って出てこい。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけど、なんか仲良くしたいですって言うとはっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。腹立つことを言われ、こそこそ陰口言ってるのを見たら、その場で相手に文句を言いに行きますか、それとも放っておきますか。こそこそ陰口言ってるのを見たら、見えてる時点で僕陰口じゃねえんじゃないか。文句言ってんだったらこっちも文句は言います。まあでも、あ、気にしねえかな。どっちでもいいかなって気がします。どうしても一人暮らしがしたいのですか。お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですよね。
どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。自分に自信を持つ方法を知りたいです。めっちゃいるねこういう人。やっぱそうなんだ。結果を出すことだけだと思います。結果が出てないんだったら自信は持たない方がいいです。それは過信なので、話したいことがあっても勇気が出ないときどうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことはそこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。よく人からあなたのダメなところは真面目すぎるところだと言われます。真面目すぎるのはいけないことなのでしょうか。いや真面目な方がいいと思います。真面目すぎるところが良くないっていう人がただ不真面目なだけなんで、こういう時って往々にして真面目すぎるなんてことないですね。真面目なことで迷惑を与えることってあんまりないので、融通が効かないとかその別の言葉を真面目すぎるって言い換えてるんだとしたらその一度反省してみてもいいと思いますけど、本当に真面目なんだとしたらそれは悪いことではないです。カズさんはテレビやラジオそしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですが、いや俺はどれでも成功してないですね。普段頑張らないスタンスで活動しているとしても実際は成功しているように見えます。ただ見えるだけじゃないですか。それは単純に目にする機会が多いから成功しているように見えてるだけじゃないですかね。ハロー効果とはまた違いますけど、単純にまあよく目にすれば勝手に人間は好意を持つので、いっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ。人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね。全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたらこいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います。中2です。陸上競技部に所属しているのですが高校は短期留学もしてみたいので、わめっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか。高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになると思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなと、もうやっぱいろんな人と付き合ってないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強いなんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあそういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、はい、そしてお互い本気で愛していますし、会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるならまあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは私は今月で25歳、彼氏は27歳、なんでそれでスマホもゲームを取り上げられるっていう選択肢がそういう、どういうこと。どうかアドバイスお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会います。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。ああでも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょうよ。そうするとね、ある程度面倒くさいこととか逆に不便だなと思うとかあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。何歳まで生きたいですか。いやまあ500は行きたいですよね。とりあえず昔は人と話すと楽しかったけど、今は人と話すと疲れてしまいます。特に職場のおしゃべりな人に絡まれやすく、話が長い時は次の日ベッドから起き上がれなくなるくらい体も心も疲れてしまって仕事を休んでしまい悪影響が出ています。どう対処すればいいんでしょうか。それはハラスメントとして訴える以外ないんじゃないですかね。喋られただけでそんなことあるか、単純に今心が弱ってるかだと思います。一方的に言われたりするととっさに冷静に言い返せなくて悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか。もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とか
なんか社会的に上下の関係があるんだとしたら言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います。薬学部4年の大学生です。病気の治療のため1年間休学していましたが、来年度から復学できることになりました。おめでとうございます。しかしこの1年で3年生までの知識も抜けてしまい、自分がどうやって勉強していたのかも分からなくなってしまいました。そこでブランクがある時の勉強のコツやアドバイスがあれば教えていただきたいです。この病気の治療のため1年間休学というのはどういった病気なのか、ちょっと僕は全くこれから分かんないんですけど、その病気のせいで本当に知識が抜けてしまったりとか記憶にハンデを負ってしまったっていうんだったら、いやそれはもう全然アドバイスはできないですけど、3年ちゃんと溜め込んできた知識が1年抜けたとしても、まあ一般的にはちゃんと戻せるのでゆっくり勉強し直したらいいんじゃないですかね。コツとかじゃなくて、はい、ゆっくり勉強楽しんでください。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になり、さらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当よくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップもいけるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ。しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を1回味わってください。YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか。ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいので、ファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、 何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ絶対にかなわないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。こんにちは。私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、あ、彼氏さんは50歳でこの方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。これは私は、こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたら面倒くさいって思うでしょう。絶対手伝いたくはない。だからそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が折れてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが内面は小学生の頃と変わりませんって書いてありますね。多分もう手遅れなんでそのまま生きた方が楽しいと思います。だって今小学生なんですよ、中身が40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいので、そのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので、今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、こっから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなので、そのまま生きた方がいいと思いますけどね。
来年から高校教員になります。へー。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。はー、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分かんないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわらなくてもいいんですけど、普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ、実用性が高い学問っていう意味では、その情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなると、やっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。社会人3年目のものです。現在目標という目標がなく路頭に迷ってます。どのように目標を定めればいいですか。路頭には迷ってたら困りますね。目標どころじゃないと思います。この多分言葉の使い方間違ってると思います、はい、人生の、ね、目標がないとかの迷い方なんですけど、路頭に迷うっていうのはもう家も何もないっていうことなので、はい、ちょっとこの方心配ですね。一度国語辞書を引いてください。目標は別に何でもいいと思いますよ。ダイエットとかでもいいんじゃないですか。クリアしやすい目標何でもいいでも言ってください。でっかい目標なくても人間そんなに、むしろちっちゃくてもクリアできる目標の方がね、そういう目標を作ることになれた方が人生幸せになると思います。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか。なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。上司への不満、ちゃんとなんか墨付きカッコでこう書いて、職場の上司が仕事をしません。上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得がいきません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。あ、いや気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ。上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしている実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ、不満が生まれている以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされようしようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうする、どうされますか。僕ならカズさんならどうされますか。僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです多分。俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつです、この上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです、歴史の人物なんて。人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。だからこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出しても、このコメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、
この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司 この技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど、転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね、悪く言って。でもちょっとパッと言って目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね。すごい縮図を見た気がしますね。めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか？いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか？カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化してるというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね、指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り食ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今彼は今公務員ですか、7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと、あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方法教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出せたりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。
過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいって思うことをストックしてって、例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいって思った方が得だと思います。テレビ離れが今話題になっていますが、テレビの魅力は何ですか。なんだろう、未だに何千万台って、家庭に置いてあるってことじゃないですか。テレビってものを単一のチャンネルと考えたら登録者数がめちゃめちゃ多い動画チャンネルなんじゃないかなと思います。それをなんか細かく分け合ってるからテレビ離れになってるんじゃないですかね。まあ業界も再編されるんじゃないかなと思います。魅力はやっぱり、でもテレビもね、こう視聴者も高齢化してるから同年代が出てるってことが今のテレビの魅力なんじゃないかなと思います。そういう意味では若い子からの魅力はやっぱ薄くなってると思います。何をするにもやり始めるまでが長いです。どうしたら行動が早くなると思いますか。答えていただけるとありがたいです。この文章にしても、どうしたら行動が早くなると思いますかの文章だけですよね。冗長ですよね。そういうところじゃないでしょうか。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか。なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか。浮気されてるからじゃないですか。いや浮気は嫌なもんなんですね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょ。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。高校を中退して大学受験のモチベーションの上げ方が分かりません。もう中退したってことはもう覚悟あったんだから、モチベーションなくてもとりあえずやった方がいいと思いますよ。今とりあえず画面閉じて、参考書目の前にあると思うんでそれを解いてください。どんなことでも大抵あなたが天才じゃなかったら1時間同じ作業を続けるとモチベーションって勝手に上がってくるので、それを習慣づけるのがいいと思います。そうすると眠くなくなったり飽きたりしなくなるので、それがいいと思いますね。今モチベーション低い状態で結果出す方法を考えた方がモチベーション上げる How to をなんか勉強するより楽だと思いますね。モチベーションが上がったところで勉強効率が2倍3倍になるわけじゃないと僕は思うので、いろんなこと調べてももちろんモチベーションが高いに越したことないんですけど、モチベーションがマックスの状態を維持する労力っていうのがまず難しいと思うんですよね。まあ瞑想とかいろんな方法あるとは思うんですけど、それを身につける時間が受験勉強、受験っていうゴールがあるなら人生全体で考えたらモチベーションを自分で操作できる方法を身につけるメリットは大きいんですけど、受験っていうその先、その手前にゴールがある以上はモチベーション低い状態でも効率のいい勉強なりなんなりをした方がいいんじゃないかな。モチベーションでちょっとあんまエビデンスが2倍、その勉強成果が2倍になったみたいな話っていうのはちょっと僕が知ってる限りあんま聞いたことないんで、もしかしたらあるのかもしれませんけど、そしたらその方法を実践してください。まだ制作していないのですが、いずれ自分でコマ撮りアニメを作り YouTube で公開したいです。効率のいいチャンネル登録者の獲得は何があるのでしょうか。まだ制作してないんですが、まず制作してから悩んだらいかがでしょうか。過去のトラウマを乗り越える方法を教えてください。そのトラウマが何なのかちょっと分かんないので、1個前の質問と同じですかね。忘れるのはむずいんじゃないですかね。一回覚えたことって人間なかなか忘れられないので、なるべく似た状況を再現して成功体験で上書きするのがいいんじゃないですかね。目標がたくさんあるのですが、結局何からしたらいいのか分からなくて何もできません。しかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです。きっと他人より優れた能力を欲してるんだと思います。目標がありすぎることはやはり悪いことなのでしょうか。また対処法などはありますか。目標がありすぎることは全然悪くないと思います。問題なのは何も行動していないっていうことですね。とりあえず今、思いつくのを20個くらい書き出してください。でそれをあいうえ順に並べて一番最初に来たやつを達成できるまで、ここには書き込まないでください。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってものが廃れないんですよね。30歳女性、彼氏なしです。どうしたら結婚できるでしょうか。彼氏を作るのが、まあ、いいと思いますけども、結婚したいだけだったらいくらでも、結婚相談所行ったら男性もいっぱいいるのでいくらでも結婚はできると思います。姉が金を返してくれません。
服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが、毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。お金はかかっちゃうんですよね。その分それ自体裁判するっていうのはむちゃくちゃ労力かかるんですけど、なかなかできることじゃないので、相当夢中になれると思うので、服買うぐらいなら金返せっつってその調停を申し入れるっていうのはすごい俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな、面白そう。裁判にはなりようがないですけどね、いくら貸したか分からないですけど、貸した金以上に費用はかかるんですけど、それ以上に楽しい経験はできると思いますね。現在私はコミュニケーション能力、主に笑いとお客様への共感性を特に重要視される少し特殊な接客業に勤めています。質問なのですが、どうすれば自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつも相手との距離感を壊さない、繊細さも忘れない絶妙なバランスを保った会話をすることができますか。こんな硬い文章を書かないでください、共感性なんでしょ。もっとゆるっとした文章でいいですよ。笑いが重要なんだ。じゃあ普通にだってそのね、現場でずっとお客さんに接してれば必要とされるジャンルの話術とかってなんとなく分かっていくもんじゃないですか。それが分かんないんだとしたらちょっと笑いのセンスとかじゃない気がしますね。あと自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつもって、自信を持って主張はしない方がいいと思います。あの寒い関西人みたいになるんで、それはゴリゴリで押されても困るんで、もっとふわーっとした方が笑いやすいです。若い子に嫉妬してしまいます。若い子や次の世代に自分の立場や人間関係を取られてしまうのではないかと恐れ嫉妬してしまいます。あーなるほど。あーはいはいはい。まあでもあなたもね、若い時に老いた人の立場を奪ってきたんだから、それはしょうがないんですけども、あーでも同世代の芸人とかの話聞いてると、やっぱりね、第7世代に嫉妬してるっていう人は多いと思いますね。でもその人もね、上の世代から嫉妬されてるだろうし、逆に上の世代は嫉妬することもあるし、嫉妬するのはしょうがないんじゃないですか。自分より優れてる人が世の中にいるってことですからね。絶対人間は絶対にその時代遅れになるわけじゃないですか。そこは受け入れるしかないんじゃないですかね。ずっと一線を走ってるのは無理だと思いますし、一線走ってる人も走ってるふりをしてるか、若い人の目をうまく積んでるだけだと思うので、そんなにそうこればっかりはしょうがないです。やっぱ老兵は死なず、ただ消え去るのみなんてね、昔の人も言ってましたし、これはもう受け入れるしかないですね。もしくは不老不死を目指すしかないです。塾講師のバイトをしようと思うのですが、分かりやすい授業にするためのコツって何だと思いますか。あの授業してみたみたいな動画の方いらっしゃるじゃないですか。あの人の喋り方とか内容完コピするのがいいんじゃないですかね。分かりやすい授業って別にあんま実はなくて、見たことあるとかの方が重要な気がします。怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで起こってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見ても、ああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは、別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたら、その原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。私は人が困っているのを見るとすぐに手助けせず、助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいます。もうこんな性格の人間はどう思いますか。いや人との距離の取り方が上手だと思いますね。なんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですし、でも絶対に助けないわけじゃないですもんね。もう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います。ドン引きするのをやめるのにはどうしたらいいですか。いやしてくださいよ、ドン引きは。なんで全部受け入れようとしてんのよ。
ドン引きしなさいよ。下ネタに限らず相手が破天荒な話をするとないわという顔をしているそうです。いやそれが普通なんだよ。下ネタとか破天荒な話するやつが悪いんだから、その場にそぐわないんだから、どんどんドン引きしてください。する方が悪いんだから、そんな話を。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか？いやもちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて、家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか？一応今貯金中で、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。まあ一人暮らしは別にしたら、結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言って、それをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います、本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかね、この人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。職場の7歳年下の女の子が最近明らかに私に対して横柄な態度で、嫌いオーラ全開です。私は一応その子の部長なので、仕事やりにくくならないためにどんなにクソで偉そうにされても当たり障りなく接してます。仕事もろくにできないくせに横柄な態度はとてもうざいのですが、どうすればもっと態度が改善されますか？直接言うと喧嘩になりそうです。直接言わずに、その人を解雇した方がいいと思います。解雇するように仕向けてください。それが上司のマネジメントです。安藤夏さんを相方に選んだ理由が知りたいです。ほう、事務所でもう勧められたんで、あと事務所クビになりたくないっていうのもあって、あとまあこのなんか形が見えたんでっていうのが大きな理由ですかね。勉強ってしなきゃいけないもんなんですかね。しなくてもいいんじゃないですかね。今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うので、そんなにしなくてもいいと思いますよ。お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ、人って。何年か前に、まあ、今もねたまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、3人ぐらいに月10万円ぐらい上げてたんですよ。なんか漫画家志望の人とかダンサー志望の子と、あとなんか普通の多分大学生だったと思うんですけど、上げてたんですよ。個人的にだからベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけど、もう結構前、4年5年ぐらい前かな、やってたんですけど、結局みんな何か成し遂げることもなく、なんかなあなあで結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけど、そのサポートするのは。でも僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことは、それこそね前澤さんみたいにお金持ちってお金くれるんですよ、言えば。だから意外と DM とかでお金くださいっていう、ああいう高い行為って打率低くないと思いますよ。 1% はいかなくても 0.1% ぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うので、毎朝金持ってそうな人にバーって DM 送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするので、もらっちまえば以前にこっちのもんですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本不況だし、先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、金は余ってるので、金余りの人、言ったら、まあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそ、プロオゴラレイヤーさんだったかな。ああいう人ほど何か発信しなくても意外と、って言えると思います。怒ってくれる人ってめちゃくちゃいます。怒りたいんでね、みんな。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。
アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。ガンダムってどのシリーズから見ればいいんですか？これはもう一番新しいのを見るのがいいと思いますね。ガンダムっていうのはガンダムっていうもうジャンルなんで、ファーストガンダムから見る必要は今はそんなないと思うんですよ。あとどうしても絵柄が苦手っていう人がいると思うんで、なるべく綺麗な絵柄のやつを見て、なんとなくガンダムを知るのがいいと思いますね。やっぱ新しいの見るとね、ファーストガンダム世代からしたら、ファーストガンダム以外はガンダムじゃないって意見もあったり、全然違うじゃねえか、そんな見てもガンダムわかんないよっていうのもあると思うんですけど、でもガンダムはもうガンダムとして結構ジャンルとして確立されてると思うので、新しいのを見るのがいいと思います。それで合わなかったら多分どのガンダム見ても意外と合わないので、全然とりあえず新しいの見るのがいいですね。20歳過ぎてから人生を重く捉えてしまうのですが、どうしたら軽く考えますか？考えられますか？20歳過ぎたんだから人生を重く捉えてください。子供じゃないんで。でも20歳過ぎてからっていう考え方も変わるんですかね。もう18歳で成人になるから、18歳過ぎてからみたいになるのかな。新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いです。うまく聞き流すコツを教えてください。資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかね。しばらくすれば周りも、あ、この資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思います。はい、時間の問題です。大丈夫です。カズレーザーさん、こんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月にほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が金払ってるのかとか、パートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだからそれは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。こんにちは。春から社会人になります。遠距離中の彼は水木休み、私は暦通りの休みで休日がありません。彼のことは好きなのですが、1年間でほとんど会えないかもとすごく不安になってしまいます。どのように気持ちの整理をつけますか？それを伝えて彼も不安に思ってるんだったら、不安と不安の状況っていうのは何も生み出さないので、お別れしてもいいんじゃないかなと思いますね。会えないことが不安に思うんだとしたら、多分その関係っていうのは会うことが前提の関係なので、多分破綻しちゃうと思います。本当に続く遠距離恋愛っていうのもたまに見かけるんですけど、そういう時ってこういう会える会えないっていうのはまず悩みに出てこなかったりする関係が多いので、リモートとかでこの不安を払拭できないんだったら、喧嘩になる前に解消するのも一個の手だと思います。嫌なことを言われるとすぐ傷ついてしまいます。考え込まないようにしたいのですが、何か方法はありますか？嫌なこと言ってくるやつが悪いんだから、傷ついたらいいんじゃないですかね。でそいつと距離取りましょうよ。文系なんですが、将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうか？今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのは、まあ、就活今されてるのかな、なんかね、その辺に転がってる、企業ランキングみたいのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収が、そういうところに書いてある年収が、平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ相当な会社ですけどね、そういうところってぐらいに入んないと、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ年収っていうのは多分日本経済から考えると下がる要因がすごい大きかったりするので、物価がね、ここからグッと上がるって可能性はないので、あと今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来を5、6年後って見せるのはすごい早いな。5、6年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。資格的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったり、こういう YouTube を使った、インフルエンサーであったり、ネットビジネスであったりとかの方が圧倒的に稼ぐのは楽だと思います、ね、現在中3です。今通っている中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか？今中学3年生ということで、人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで
生きていったら中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく、ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。で、なんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか人間が好きなんだから、別にどこで会おうが生きる楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる。人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるので、リカバリー能力は上がってると思う。手の手どうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。学校のテストとかで1位になろうとして努力したのですが、上位にも入ることができませんでした。うわ、ご住所さんです。次のテストへのいい切り替え方があれば教えてください。パソコンを閉じて今すぐ勉強することがテストで結果を出す一番いい方法です。嫌いな人は自分と似てるから嫌いになると言いますが、そう思いますか。いや、自分と似てない人の方が嫌いになりますね。自営業をやっていくとして、交友関係を広げる努力は必要ですか。めっちゃ必要じゃないですか。自営業なんですよね。絶対必要だと思います。まあ、どういうその商売をされてるか分かんないですけど、人脈ほどかさばらなくてかつプラスになるものってないので、人脈なんて簡単に作れるとかそんなんなくても戦っていけるみたいな、やっぱノウハウとかって世の中今溢れてるんですけど、そんな人でももらえるなら 人脈は欲しいんですよ。急にはい人脈ですってもらえるなら、それが昔からやっぱ変わってないんですよね。あっても使わないって選択肢が取れるので、そういう意味ではやっぱこういう関係は広い方がいいと思いますね。高3受験生なのですが、11月いっぱいまで部活をやらなければいけないのですが、土日も練習で平日も遅いです。両立の仕方を教えてください。やらなければいけない部活なんですか。部活がやめられないってことですか。やめたらいいんじゃないですか。何部なのかちょっと分かんないですけど、部活で自分の受験に影響を及ぼすなんてすごくもったいないことだと思いますね。まあ部員だったり友達だったり辞めたら迷惑かかると思うんですけど、その人たちとは今後そんなに接点はないと思います。同じ大学に行くわけじゃないので、今はかけがえのない友達かもしれませんけど、10年後とかになると全然何でもない人だったって思う可能性もすごくあるんですよ。やらなければならない部活なんてないと思いますよ。平日も夜遅い、いや全然やめた方がいいと思いますね。それが受験でメリットになるというか、その一芸とかもしくは専門的な学部に行くために必要なんだったら、もうやらなければいけないと思うんですけど、それは両立で悩むことないですもんね。多分その部活続けることで得るものってそんなないんじゃないかな。受験の方がはるかに大事だと思いますよ。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら、本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。今まで人を見下したことはありますか。めっちゃあります。みんなあるでしょ、そりゃ。いや、めっちゃあるでしょ、そりゃ。ない人いるのかな。います。路上で寝てる人とか、ベロベロになって寝てる人とか、やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか。プリになってるところ見たことないので気になりました。いや、結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね。なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。
1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが 焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、頑張っ今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。あでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ねどっちら あの時ああしたきゃよかったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか。学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わんないんじゃないかなと思いますね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなのでずっと喋ってる方が異常なんですよね。まあ、こういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。予備校に通ってる JK です。 JK 女子高生ってことですよね。花目純じゃないですよね。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。あ、好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど、多分どこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ、人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで、気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいので、いっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとどこにでもいるってことを認められないまま人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうので、やっぱそれをねいっぱい経験しておかないと、誰かお好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛ってすげえ簡単なことなんで、そんなに
人生のキャパ取られるようなものじゃないんで、あ、また好きになったなぐらいで過ごせるようになるまで、あのいっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はあのお金払って通ってるんで、授業に集中した方がいいと思いますね。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越すほかに解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃないの。引っ越すほかに解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないとこがいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか、俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむ方がいいんじゃないですかね。人生における勝ち組と負け組とは何でしょうか。え、あともしよろしければ自分を愛する方を教えてください。勝ち組負け組はうわ難しい質問ですね。まあ、勝ち負けを決めるのか。だからもう絶対的に自分より負けてる人を早めに見つけた人はずっと勝ち組なんじゃないですか。例えば収入って意味ではベゾスとマスクでいろいろね上下したりするからね、株価の変動で。それぐらい熾烈なわけじゃないですか。そこまでいかないと資産収入って意味では勝ち組っていう層にはなかなか入りづらいと思うんですよ。逆にルックスとかモテるとかそういう意味では、あとは整形とかしてね美しくなったとてなかなか伸びしろってないので難しい。じゃあなんだ、喧嘩がすげえ強い、腕力腕っぷしっていう意味でもなかなか勝ち負け、勝ち組ってだからすごい少ないんでね。そうね、負け組勝ち組なんだろうね。勝ち組とか負け組とか気にしてない人が本当の勝ち組でしょうね。だってどうでもいい言葉ですもんね、この2つの単語、知ろうが知りまいが自分の人生に何ら影響ないんで、そんなことを知る必要がないような生活してる人が、まあ、本当の意味で勝ち組なんでしょうね。あともしよろしければ自分を愛する方法を教えてください。なんかで言ってたのが、自分を好きになった方がいい、これからも長く付き合うんだからっていうセリフがあって、ああかっこいいなと思ったんですけど、結局そうなんですよね。自分嫌ってたらね、すげえ身近に嫌いなやつがいるってやっぱしんどいんで、それよりは好きになった方がいいだろうっていう、その消極的な理由でもいいんで好きになった方がいいですね。あのもう本当に消去法です。自分を愛する方法っていうのはないんですけど、自分を嫌いになると損することのが多いな、だったら好きになっとこうぐらいな感覚でいいんじゃないでしょうか。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。お、私は息子の将来に大きな期待はなく、あそう、生活している、していける職業につき幸せに暮らしてってくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げてはやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり、今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時に、やっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんな同じレベルなんで進学校って、やらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれても全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いやもう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。
お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。下がってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。一人暮らし、ソロ活動が楽しすぎて結婚したくないけど老後に孤独死はしたくない場合はどうしたらいいでしょうか。同じ気持ちの人が多分いっぱいいるんで、ここで募集したらいいと思います。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか。そうね、そういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんで、そうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。脱毛症でウィッグ生活になりました、なるまで1年近くかかりそうです。どんなウィッグにしますか、それともウィッグせずありのまま過ごしますか。いや絶対ウィッグした方がいいと思います。なかなかないじゃないですかウィッグするタイミング。ただなんか周りに理解してくれる人がいるといいですよね。脱毛症なんでウィッグしてるっていうのを、そしたら毎日違うウィッグとか楽しめると思いますけど。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。15歳の娘がいるのですが、甘えん坊なのか愛情不足なのかハグを頻繁に求められるのですが、15歳ともなると大きくてかなり抵抗があります。どうしたらいいでしょうか。娘さんなんだからハグしてあげてよ。いいじゃないですか、肌から見ても幸せなのでどんどんハグしてあげてください。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか。本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで全然勉強しなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、今もし受験生高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんで、ね、しんどいと思うんですけど、頑張って体力の続く限り勉強してください。私は結婚してもうすぐ1年になりますが子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の親に話すべきか迷っています。ほう、いや欲しくないって言うんじゃダメなのかな。いいんじゃない、それ以外あんのかな。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんもレーザーさんですね。レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜君だけなんですけども、聖夜君なのかなこれ。レーザーさん、僕別に収集癖ないです。まあ衝動買いとかするんですけど、収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るからなんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつだったら誰でもできる、趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたらあんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。集め、まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや好きな手が集めてくださいね、実家を抵当に入れてでも集めましょう。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです。どうしたらいいでしょうか。解約しなさい。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか。美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後は死ぬことって関係ないじゃないですか。生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。純粋にお友達になりたいです。いやこんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すいません。直感的にこの人苦手なと思う人って相手も同じことを思ってるなと思います。
こういう人とはどのように関わればいいですか。いや苦手なんだから関わらなくていいじゃないですか。相手も苦手なんでしょ。なんでそんなマイナスマイナスの関係でよし関わっていこうって思うのか。距離取ろうでしょ普通に考えれば。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですがいい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのをそれを人にあのアドバイスを求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないしそういう引き出しがないと思うのであのもっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいなその競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのって あんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけどああいうのも全くそうなんですけど学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです。同年代でも学生じゃないといっぱいいるし何でもないあのラベリングなのであんまりそういう分け方はしない方がいいと思います、はい、視野が狭いと思います。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか。二次元の世界みんな好きですね。今の、ね、思考パターンとか脳みそが三次元の中で成立してるんで二次元の世界に持ってことは絶対無理なんでもう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。子供の自己肯定感を上げるのに親ができることは何だと思いますか。わかんねえな。簡単な課題をいっぱい与えることじゃないでしょうか。心霊現象とか信じますか。全く信じないです。質問なのですが集団塾か個人塾どちらがおすすめですか。いや個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど教科にもよると思いますけど平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ圧倒的に成績が悪いって人とかもっと発展的なものを学びたいって人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっとインスタの方のコメントがいっぱいいただいてます。やっぱ親子さんとかの質問が多いですね。高卒なんですがもともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね今回リスク取って頑張ってもいいけど1回しかないんだからもう平平ボンボンとくっちゃねくっちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけどない可能性の方が高いんでダラダラしたいですけどね。わ世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけどあの雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのかエカテリーナなのかエカチェリーナなのかとかすごいあるんですけどあのどっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらねっ重要なんですけど無人島に持っていける本を1冊だけ選ぶとしたら何を選びますか。絶対本なんか持っていかないですよね1個しか持っていけないのに